兵庫といえば天ヶ崎、天ヶ崎といえば夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、ということで、皆さん、今はどこにいるでしょうか？ポンポーン、ピッポーン。今は、ここ、長野の白馬村にいまーす。じゃーん。ホテルの中でーす。スキッピのしんちゃんと、ホテルに来てん。じゃ、ホテルに来たって言ったらちょっとやらしい。スキッピのしんちゃんと、旅行に来てん、旅行に。なんでじゃあしんちゃん今いないって言ったらな、部屋別々やねん。部屋別々。だって、部屋もし一緒やったらさ、ちょっとさ、心配やろ？うちは大丈夫やで。絶対うちは大丈夫やけど、しんちゃんは男の子やから。しんちゃんはめちゃくちゃ男の子やからさ、いつどうなるかわからへんやんか。だから、部屋は別々やねん。今日は、嬉しいことに、お仕事で、長野県に来させてもらっとるから、この後の夏みかんのマネージャーさんも来るね。女の子のマネージャーさんも。夏みな、ホテルで一人で泊まるんとかな、もう持ってのほかやねん。怖いねん。こういうさ、わかる？あ、ちょっとみんな、待って。めっちゃいいの見せてあげる。めっちゃいいの見せてあげる。びっくりすんで。行くで。3、2、1、じゃーん！見て。やばない？これ。雪、これ雪やで、雪。ほんまに、えぐいやん。ほら、ほら、やばい。めっちゃ待って。ほら、雪、めっちゃ雪。これ雪触れんじゃん。あ、無理や。あ、ちょっと無理。でも、あんまり大きい声出したらあかん。だってな、夏美がここにおることバレるから。だってさ、夏美は女の子一人ってバレたらさ、怖い人とかがさ、もしさ、うわ、女の子一人やと思って来たら嫌やろ？しんちゃんは隣の部屋におんねんけどな。す、一人でちょっと寂しいね、今。だからさ、夏美とみんなさ、友達フレンド、オッケー？だから、友達フレンド、オッケー？だから、ちょっとだけさ、化粧直ししてからさ、しんちゃん隣の部屋やからさ、しんちゃんのところにそのまま、突進していきたいと思います。なので、まず、でもな、ほんまにな、ちょっとみんなにマジでな、喋りたいねんけど、もうな、しんちゃんと一緒におったらな、何もかもが楽しい。ここまで来るのな、新大阪から、もういろいろ乗ったりとかして、6時間半ぐらいかかったんかな。ここにまで来るのに。もうな、6時間半がな、マジでカップラーメンみたいな感じに思えた。カップラーメンってだって1個さ、もう一瞬過ぎてさ、こんなにさ、しんちゃんって一緒におったらさ、楽しいし。でもな、しんちゃんとな、多分旅行の旅でな、めっちゃ喧嘩すると思う。だってしんちゃん、うちのな、ことな、雪のところで夏美のことな、バーンってこうやってな、押してきてん。だってさ、うち女の子にさ、向こう男の子やからさ、力加減とかさ、全然違うやんか。そんなんもうさ、お構いなしにさ、キラ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 笑いよってさ、ほんまなんか思い出しただけで腹立ってきた。で、バーンって押してきてな、その時に、いっぱいしんちゃんと喧嘩しちゃった。怖い。なんかさ、ちょ、みんな見て、ちょっとごめんな。さ、多分開けてた方がな、明るく見えんねんけどな。ちょっとうち今一人やからな、パッて横見て誰か人覗いとったら怖いから閉めてもええか？じゃあちょっとごめんな、閉めるから。だってさ、そんな怖いやん。で、何の話してたっけ？あ、そうそうそう。しんちゃんと一緒におったらな、めちゃくちゃな、何もかも楽しくてな。口開けてな、めちゃくちゃな、寝るね。今回で分かってん。今回、新幹線も乗ったし、なんか特急みたいな感じの、そっち系の乗り物も乗ったし、ほんまに全部寝るやつ、マジ口開けて寝んねん。ほんまに、パーンって、アホ面で。あ、こんなんやったら怒られるわ。ごめんなっちゃい。てかさ、うちさ、ほんまにさ、パパとかなしやったらうち男の子とさ、旅行組んで初めてやねんけど。まあ、二人じゃない。確かに。二人じゃないねんけど、二人やったら、もう、パーン。しんちゃんはマジで緊張せん。しんちゃんと一緒に来れて嬉しかったなって思う。小学校の時とか修学旅行とかあるやん、修学旅行。うち怖くてな。なんか家族とママたちとな、長期間離れんのは、ちょっと不安になって怖くなるタイプで、修学旅行も途中でリタイアして、
クラスの子たちと別個で先生と二人で帰ったりとか、うちな、そういうな、旅行系はな、得意じゃないねん。一人行動とかあるやん。やっぱこういう今みたいな感じでさ、今はこないしてさ、笑ったりしてるけど、本当はさ、一人でこう、おる空間ってあんまり好きじゃないねん。こうやってみんなと今ちょっと一緒に YouTube で、みんなと一緒に今いてもらってんねん。ありがとうみんな。どう、おうち、いい感じになった？ちょっとリップ取らして。あ、ちょ、紹介しよう。うちのな、これ。このリップ見て。フルーツミラーリップグロス。07、ハーフミルクティーっていうやつこれ。見ててな、めっちゃいい色やから。ほら、ちょっと見える？こう、馴染むね。こう。赤すぎず。か、ほら。明るい？な、かわいいやろ。しかもめっちゃ匂いいいし。これめっちゃいい匂いすんねんけど。はい。ということで、皆さん、今から帽子もかぶって、この帽子もごっつかわいやろ、ほんまに。よし。じゃあ今から、しんちゃんのお部屋に行きます。しんちゃんの部屋に入ったら、しんちゃんのベッドに飛び乗ろう。オッケー。じゃあ行くね。飛び乗るで。じゃあ、隣の部屋やから。しんちゃん開けて、来た。お邪魔しまーす。しんちゃんお邪魔しまーす。しんちゃんのベッド。よっしゃ。しんちゃんの。しんちゃんの。しんちゃん。こいつ。ちょ、しんちゃんのベッドちょっと乗らせて、マジで。うちは一人で寂しかったの。しんちゃん今はいいね。こらよし、殺す。皆さん、しんちゃんのベッドに飛び乗り大成功。しんちゃんおいで、こっちだ、おいで。しんちゃん、おいで。しんちゃん、マジで一人寂しかった？全然。なんで今から部屋来てって言ったやん。いや昼から二人の時間作ろうって言ったやん。あ、出ていけ。無理。しんちゃん痛かった。うちしんちゃんに一人寂しかった。もういいね。あ、出ていけ。なあしんちゃん、今日うちらってさ、メガネ同士やな。ほら。そうだ、やるの気持ち悪い。しんちゃん、じゃあこっちおいで。はい。あ、お前ここおいで。ここおいで。おいで。え、これはしんちゃんのことを喋りながら YouTube 撮ってて、化粧しながら。で、しんちゃんに早く会いたいな。しんちゃん見て。うわぁ、来た。うわぁ、しんちゃんの。お前さ。やめて。じゃあ皆さん、しんちゃんのね、あのホテルじゃないわ、部屋に勝手に入ってきて、しんちゃんといっぱい仲良し小良しできて嬉しかったです。皆さんありがとうございました。引き続きいっぱい YouTube 見てください。大好きだよ、しんちゃん。気持ち悪い。バイバーイ。 I love you.